これ失敗しますよね。不思議そうにルンバを見る猫。これすげえ便利なんだけどな、壊れてきたな。おお、ちゃんとゴミ取れてる。えらい。そこは大丈夫かな。うん。だってまるちゃん。よっしゃな。まるちゃん朝ごはんも落としたからな、中で空いてんだろうな。ちょっとあげてもまた発揮がする。さて、またちょっとベッドあげるべきか、隠れてウェット、うん、ウェットかな。目立つといいな、お前ら。マロにあげるから君らはなしだよ。あとでな、残ったらやるよ。ちょっと待ってろ。皿忘れた。ちょっと待っとけよ。待てるの。あねえ、まろちゃん、あとでやるから待っとけ。まろが残したらな。よいしょ。ごめん、まろちゃん顔立っちゃった。天才だから全然待てるね、こういう時に。ちょっと待ってね、まろちゃん。ちょっと水をね、足してさらにペースト状にしてからあげるね。もうちょっと水増やしてもいいかな。まろちゃんこういうやつの水好きだもんね。
全部食べそう。珍しいな。やっぱ腹減っとったんだな。マロちゃんいつも全部ファク食べないんじゃん、絶対これ。あ、残した。こんだけしか残ってない。それが珍しい。はい、というわけで、マロちゃんが、ね、食べ終えたので、どうぞはい、残飯処理出してです。残飯処理係がね、舐めに来ましたね。はい、どうぞ。詰められたものを食べるチロと原液を舐めるモモ。どっちもどっち。何してんだ本当に。もうどこまで持ってったんだお前。帰ってきた。朝食べるの？私残ってないでしょ。行くよ。はい、待ってくよ。行くよ。マルタンどこ行った？マロちゃんもう履かないでね。マロちゃんずっと履いとるで。